自分かわいいハイブランド、そういいんじゃない、あいいじゃん、ちょっとチラッと見える感じが、うん、嬉しい、ありがとうせいちゃん、うん、ありがとう、頑張ってね、うん、ライバルだよせいちゃん、ライバルだから、ね、ライバル、うんうん、大好きだけど大嫌い、大嫌いだよどっち、うん、大嫌い、ワンナイト潰れればいいじゃん会社ごっこが、あらららら、ら潰れちまえ、遊びです、遊びれてんだよ、うわ遊びじゃねえよやーぜ、しんちゃんバチバチやるよ、配信タイガースとは戦うよ、カルちゃんもね、そうだよ、今ありがとうございます、いやこれで流れがちょっと変わりましたね、ちょっとこれからは気をつけてください、今ねもう流れがちょっといい感じになってるんで、はい、喧嘩しないでよ、うん、喧嘩しないでください、じゃあここでとりあえずプレゼントは落ち着きました、そうっすね、はい、落ち着いてますね、うん、はい、了解です、で今回あの誕生日、こんなね盛り付けもしてくれてます、パルパラさんとかみんながこういうのも地味にやってくれてると、リッタ君、マリオ君が、うん、でこう37歳とかこういうのもやってくれてる、でこれ食べ放題なんでね、うち、セルフなんで、はい、セルフなんでよかったらあのただ飯でも食いに来てください、はい、うん、で配信に映るの疲れた人はこっちの部屋でこう休んでくださいね、はい、うん、こっち休憩ルームになってるんで、はい、16度なんですいません、うん、でこっちキンキンに冷えてるんでこう休んでもらって、うん、あ疲れたってやってもらってこう一仕事終えてね、うん、ゆっくりしてもらうということになってます、はい、でダラダラ一日やる予定ないんで、まあ、9時までで、はい、9時までってことになってますんで本当にありがとうございます、ご飯も食べてください、覚えてますよ成長株だから、やばいでしょ、これは今までにないちょっと誕生日会っぽくていいんじゃない、ね、最近誕生日会もやっぱ重なりすぎてね、やっぱねみんなもやっぱ同じパターンになってたから、300はその後リベンジで、あれはずっと応援しているよ、ハーチャありがとうございます、ハーチャはもう5年のリスナーさんだね、5年のリスナーさん、ありがとうございます、で噂がやっぱあるとね、ヨッサンが来るとかね、ロビさんが来る、でただ女の子は一人も来ない、なぜかこれはちょっとはるちゃん、まあ、モテないってこと、これってどこで頼んだの、スシロー、うん、これ誰でもいいんだよ、スシローなの、やっぱ怖いのかな、米の色がすごい色してるんだよな、女子がマジで来ない、キンキン引いて、ああ、ももちゃんもありがとう、アカウント作り直して Thank you、 すごい色してるよね、溶けるマリちゃん、すごい黄色い、嬉しいわ、なんでこの色してんだろう、こういうセンスのいいのもらうと俺ももうちょっとあれだったかなと思う、反省しちゃうね、それぐらい嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいわ、さっきのポロシャツも、やっぱ一緒に選びに行ったんじゃない、センスがいいもん、あ素敵な1年にありがとうございます、37歳で、37歳でバーバリー初デビューだね俺、あ持ってないあのバーバリーとか自分が来たらダメかなと思ってたから、うん、初デビューちょっと恥ずかしいじゃん、ここで座ってパレ、うん、あーちゃんもね、もしもし、どうしたの、まさゆくん大好き、あ、ぴっちゃんもありがとう、いろんな人来てくれてよかったね、めちゃくちゃ、うん、もう満足だよ、もうお開きでもいい、いもう十分、もうあんまりもうこれまだ前半です、いやもう満足だよ、後半来ます、一応俺が来るって聞いてるのが、うん、あと7人来ます、うそでしょ、またね、また来るって言われてる人たちは、だってさパンパンだるで、ここ5時から配信して来るかなと思ったらどんどんいたから、うん、マリちゃん
もう来てもいいんだけどね、タイミング的には今これ今ベストポジションなのよ。女子も来て、いや女の子やっぱ来ないんじゃない、やっぱ最近。うん、だからあー、うん、あーあああ社長、社長すいません、イベント中なのにありがとうございます。ハッピーバースデー、申し訳ないです。みんなに投げてくれるからね、今の席はよろしくお願いします。パルパルのことこれからありがとうございます。いや嬉しいね、プレゼントも嬉しいわ、普通に全部嬉しい。本当？うん、あーケーキもありがとうございます。今までの誕生日で一番嬉しいかな、プレゼント。一番もらったんじゃない、うん、今までの、うん、なんか、ね、中でね。で、あとセンスもいいわ、みんな、うんうん、今まではこれなかったからね、4校しか集まらなかったから。あーね、4校じゃないけど、そうだね、みんなが俺もプレとかも行きたかったんだけど、お前邪魔だから。いやいや、邪魔だから、邪魔だから、なんで、ハルちゃんがいるから喋れるんだよ。うわ、あ、大当たり、大当たり、大当たり、いいさん、センキューありがとうございます。昨日パルにもね、ありがとうございます。毎年来たかったんだけど、うん、4校以外行くんなって。あーね、お前がなんで行くんだよって言われて、うん、行けなくて、行けない、おしゃれになった。これ帽子だけで違う、ちょっとなんかついてるのか、ついてるのか。あー、クロードさんもね、ありがとうございます。すごいわ、なんかじゃあ、もこな家庭だった。すごいね、すごい、すごいよ。まだまだ、だってまだまだあるもんね、時間は。ほんと、ありがとうございます。で、昨日の夜中もあったわけだもんね、だって、うん、ビッグラッカー、素敵な、はい、ありがとうございます。プニちゃんが来るらしい。あ、ちょっとあの連投ブロックしますよ。よっさんね、まあ、さっき連絡来てたんだけどまだつかないんかな。ニナネコがゼロは何？よっさんもうそろそろ来ると思うんだけど。住所確認来てて。せいさん？せいさん呼ぶ？せいさん。どうした？ユッティありがとう、ケーキ、センキュー、ケーキ、ふわっち村作りたいね、ふわっち村なんかするの？え？元気消えた。お誕生日、ありがとうございます。あー、ありがとう、うん、うん、なんでこんなラグいんだろう、これめちゃくちゃラグくんね、これラグい、なんで。ハートアルベース、お前見ながら、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーディアゼロワン、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おケーキです。ケーキ、はい、いいんですか、うん、いや、ちょっと写真だけ撮って、以上と誰か、はい、これ撮った、写真、写真ツイッターにあげて、これいいです、近くにいるんで。ペロちゃんがついてる、ゼロワン。ペロちゃん、37歳。あれ、クラッカーだ。ひき、ゲーキしたくない。あ、ゼロさんもケーキあります。いいんですか、ゼロワン1枚だけ、いいですか、はい、写真撮ってあげて。ありがとうございます。はい、チーズ、ありがとうございます。いいんですか、拭いて。おめでとうございます。いいんですか、お誕生日おめでとう。せいちゃん直撃したよ、首に、うん、これもあったの、これ首に直撃したわ。ごめん、片付けて、うん、わあ、どうやってんの、これ、あれ、あ、何だよこれ、これ何、あれ、これ渡されたの、何だよこれ、うん、
お疲れ様です。あ、来た。あ、ゆうじさん。まりちゃん。はい。はい。はい。起きた。マリちゃん電気つけて。はい。ちょっと両手下がって。あ、じゃあここ。皆さん来てもらってもいいですかこれ。何を？はい。あるよ。カバン置いていいっすか。はい。電気つけて。タッチするんだけど、まあいいか。ここでつけるんだこれ。あ、すまさん、あります。あ、それ裏のスイッチで。裏の、これか。どこだ？寺さん、誕生日おめでとうございます。心ばかりですけども、やってきました。あの、一人ずつ順番に渡してほしい。ちょっと尺を稼ぐのに有事から、はい、渡すのがちょっと早い気がする、はいはい、こっち座ってもらって、はい、誕生日おめでとうございます、はい、ありがとうございます。これは何ですか？アマゾンギフトです。アマゾンギフト、はい、15,000円から5,500円から50,000円まで有事さんいただきました。ありがとうございます。しかもわざわざ遠方からね、ありがとう。ありがとうございます。 Thank you。 友人、うん、ありがとうございます。はい、あれトークがない。あ、プリちゃんおいで。はい、うん、プリちゃん、はい、改めまして、うん、これみんなプニプニちゃんね。まずプニプニちゃん、プニプニちゃん知ってますか？はい、おめでとうございます。お、また天ギフいただきました。ありがとうございます。これですか？みんな立ち直ったなんか言うことある？大丈夫大丈夫、はい、おめでとうございます、うん、ありがとうございました、はい、はい、ありがとう。 Thank you。 はい、ありがとうございます。ということですね、はい、友達は宝だ。プラちゃん、ありがとうございます。 Thank you。 ありがとう、ありがとうね。やっぱこっちがラグいのかな。ママもいいんですか？大原美ファンタ、ママありがとうございます。あの、秋駒店長、ありがとうございます。 Thank you。 いやー、人増えてきたね。暑いね、なんか暑くなってきた。ありがとうございます。いやー、嬉しいね、みんな幸せだわ。誕生日おめでとう。ありがとう、コルちゃん。ありがとうございます。うん、もうみんないいよ、アイテムね。ありがとう。うん、マリちゃん。ゼロワンさん。マーちゃんも。ありがとう。ここら辺で。うん。マリちゃん、神さん。ここら辺でお嬢さん。うん。オッケー。ありがとうございました。うん、まあ、僕もちょっと一緒に。うん。ありがとうね。うん。うん。ありがとう。はいよ。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。うん、近いのかな、この人。松戸の方です。和田金からゼロ、ありがとうございました。お茶の。あ、プーンさんもありがとうございます。シャンパンタワー。ありがとう。あ、食べて、好きなだけ。はい、うん。せめてご飯だけでも食べて帰って。わかりました。うん。別にね。ありがとうございます。ご飯無料だから。ごちそうさまでした。リラ君、まだ大阪から来た。大阪から来ました。あ、ビラさん、いいですか？ありがとうございます。シューもある。大丈夫ですか？何飲みますか？同じもので大丈夫です。リエちゃん、花火、ありがとう。
ありがとう。はい、ジェルワンさん、すみません。最後に1枚誕生日ってことで、写真撮りたいんですけど、いいですか、はい、ポーズ。マリちゃん、はい。ありがとうございます。ハクソが、いかが様。あ、冷えてんの水しかないんで、水でいいっすか。あ、ゆっちゃんもケーキ、センキュー。ありがとう。ありがとうございます。ごめんなさい。あ、ズキちゃんもありがとうね、みんな。僕もいいっすか。うん、みんなで撮ったら。パルパルちゃん、使われて割れてる、いい、パルテロンは、ファンライブとかね、みんなみんなで写真撮ってもらっていいですか。あ、いいよ。ケーキいいの、パルちゃん。うん、食べて。ありがとう。富士屋のケーキだから、美味しいよ。めちゃくちゃ富士屋のケーキ。パルちゃん座って。え、席座ります。どこ？あ、いい、座る。いやいや、座ってください。座ってください。じゃ写真撮るみたいな。いや、俺は大輝が好きなんで。座ってく。好きだけど嫌いです。カレンちゃん、ありがとう。うまい。いただきます。なんかこう座るといろいろ言われるから座りたくないんだよ、みんな。いやいや、座るわ。ちょっと俺で勘弁してください。もうこの辺から取ります。うん、はい、チーズ。あー、ケーキありがとう。ありがとうございます。たくさん仲良くね。めちゃくちゃ。もうのんちゃんもいいの。ありがとうございました。本当に、クニさんもシャンパン束、本当に幸せ。昨日か飛びっぱなしよ。ありがとう。また配信頑張れる、これで。うん、頑張ろう。頑張らなくていいよ。頑張らなくていい。休んでもらってダメよ。やる気満々だ。休んでもらっていい。頑張ろう。甘い言葉だよ、これ。休んでください。頑張るわ。あ、わせいちゃんから。わせいちゃんも。ね、ごめんね、わせいちゃんもいろいろあったけど、ね、仲良くしてね、わせいちゃん。ありがとう。センキュー。ゆっくりしてもらいたい。うん。ケーキもらった？ケーキ持ってって。今月も頑張るかな。みんなね。あれと、あとそこの下に、この下にもあるよ。あ、大丈夫。ケーキ。うまっ。あれ、フォークかってきたのって。はい、ケーキ。クリームが甘い。どうぞ、ケーキください。うまいわ。いらないや。リオスさんが来てて、せいちゃんはブロックしてるでしょ。別に問題ない。いや、帰るよ、来たら。嘘でしょ？嘘でしょ？え？ NG だこれ。NG なんすか？あの紙皿欲しいな。紙皿ありますか？やっぱいろいろあるんだな、やっぱり。紙皿はもうない。もうない？帰っちゃう？紙皿ないってことはこっちの紙もない。でも配信タイガーズ揃ってないよね。そうでしょ？配信タイガーズ。あ、クミさん。でも多分ヨッサンシラフだからおとなしいよね、多分来ても。ね、なんかちゃん。同じ空気吸いたくない。同じ空気吸いたくない。そんな仲悪くないでしょ、そんな、なんで仲悪くなってたのもう。いじりすぎだね。エンタメ超えたね。エンタメ超えた。超えちゃったっすか。殺しちゃう。ミツさんのことかな。ミツさんのこと言ったんじゃないよ。さ、自分嫌がるからね。自分のことはいいですけどね。周り言われると嫌ですよね。なるほどね。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな行き渡りました。行き渡ってる。ちょっと待ってよ。さん初めてだわ、こういうのね、来るって。ここ来るの。うん、ここ来るのも初めてだし、誕生日会も初めて。荒れるぞ。で、荒れる、荒れる、これ。あ、ゆきちゃんも誕生日、誕生日おめでとう、ゆきちゃん。よっさん、ハメ行くな。ありがとう。食べてね、ルーチの単身ダイヤ。そこあーちゃんもありがとうね。イベントもありがとうね、あーちゃんね。ありがとう。もう一個上がってらっしゃる。ケーキ、ケーキ、うまいよね、これケーキ。もう一個食べます。食べますね。はいよ。あ、ありがとうございます。はい。カレちゃんが配信してるの。あ、そう。結局一人で配信したかったんじゃねえの。そっち電車賃稼ぎたかったんちゃうの、これ。夜行バス代、うん、稼ごうって聞いたの。絶対そうだろ。うん、ゆきちゃん、ありがとう。じゃあ、そんなことしないからよ。本当。多分、
ストレス溜まってるんだよ。ストレス溜まってる。言いたいこと言う。いやでも普通かぶらせないでしょ、だって。空気がまたいない。かぶらせないでしょ。まあ、言いたいことあるんじゃないよ、っぽどね。じゃあね、ゼロワン、そろそろ俺も行くよ、ワンちゃんいるから。じゃあ、おいしい、ね、おいしいご飯ありやす。いやいやいや、こんなもんじゃできなくてごめんね。いつも無料で練習してくれてるんで、ネオさん。いや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 、よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしく。これからもよろしく。いろんな選手やってくれてるんで。すいません、お邪魔しました。おいしいご飯もありがとうございます。ありがとうございました。うん。ネオさん、おいしい。おいしい？ネオさん、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとう。お先です。ごめんね。大丈夫、大丈夫。ちょっと食べたから大丈夫。ありがとうございます。あー、スルちゃんも。ありがとうございます。うん、そうそう。センキュー、センキュー。いやー、いいね。毎日誕生日じゃない。毎日誕生日がいいな。携帯大丈夫ですか？もうどんどんアイテム飛ぶんだもん、自然に。いやいや、もうおかしい。氷ちゃんもありがとう。センキュー、氷ちゃん。ありがとう。ジャックポット氷ちゃんもありがとうね。ありがとう。嬉しいね。嬉しいわ、もう。いっぱい飛んでるアイテム。うるってきてんじゃん。うん、嬉しいよね。みんなありがとうございます、ほんと。うちの社長、こんな愛されて。ほんとだよ。2年前叩かれっぱなしだったのに。で、パルが、ユイガみたいにしたいっつってね、俺を。ひどいよね、思い出したらもう、辛くなってくるわ。ゆいがさんみたいに言ってってごめんね。いや、いいよ。うん、おっぱぶも暴露してごめん。いや、いいよ。何でも暴露していい、今日めでたい日だから、うん、何言ってもいいね。え、いいの？ダメ、やっぱり、うん、実はゼロワンさん、やめてやめて、喧嘩になっちゃうわ。うん、うん、これなんか俺叩かれてんの。マイク、マイク座るな。喋ってないから。ここはちょっと言えるよ。俺なんか言ってるから。正直、マリオくんと今、対談してないじゃん。いや、対談って。マリオくんにも、思い、ちょっと言ってあげてんだろうな。なんかマリオがね、言われるよね。なんだろうね。わかんないですね。無能とか、マリオずっと動いてるからね、みんな知らないけど。ネオさんの枠でネオさんしか映ってないけど、ずっと頑張ってるからね。うん。しかもこれ。え、中ちゃん近くの？あ、みーちゃん、ありがとう。みーちゃん、連絡来た。連絡するんだよ。これ約束したからね。遠慮せずに。誕生日もう、もう十分だよ、みんな。ありがとう。もうありがとう。もう十分アイテム。もういっぱいもらった。ありがとう。センキュー。はじめまして。で、ちょっと素敵な日にね、うん。こう冷たかったですね。ちょっと冷たくて。ユージくん、なんか中ちゃんに冷たくないっつって。いやいやいや。ああ、みーちゃんもありがとう。めっちゃ冷たくて。ありがとうね。ユージくんなんか冷たいっすよね。仲良く、いやー、仲良くしてね。その使用対応と。したけど連絡来ないよって、ちゃんとしてよ、マリちゃん。ねえ、プレゼントするって約束してるから、それはしてあげて。わかりました、ちゃんとします。それいつ頃送ったの、みーちゃん。どれぐらい連絡来ないの。みんな第一印象で大体悪い。はい、あー、ちーちゃんもありがとう。もういいのに、みんな。ありがとうね。ありがとうございます。ちょっと冷てえなと思ったけど。いや、幸せだわ。目が冷たそう。違う違う、リタ君ば、リタもやってくれてるけど、マリオもやってくれてるの。そんな感じ、そんな感じ。パルもね、で、カヤちゃんもみんなやってくれてるの。アレクスちゃんもありがとう。ケーキパックを食べて。メイちゃんもありがとうね。こういうことやるからマリオがブロックしたくなるんやな。な、うん、ブロック入れちゃうやな。しつこいから。俺はまあ寝てたけどね。マリオの味方ね。やったー。あ、なーちゃん、リスナーさんでしょ。昨日もくれて。ありがとう。ありがとう。すごい。俺の先生、横の部屋に休んでるね。もう一個布団引いてあげてもいいけど、もう汚いわな、マリちゃん。まあ、そうですね。うん。で、後ろは、リタと、中ちゃんと、
プリンプリンさんとユージがいるんだね。うん、こっちは選手と俺います。休憩中、先週の金曜日連絡してるって。ごめんなさい、うん、ちゃんとしてそれ。はい、俺も怒りたくないんだよ。すいません、そういうのが重なると俺もイラッとするから頼むね。はい、怒られたくなかった、うん、じゃあ聞きます。今すぐ、うん、今すぐ、うん、今すぐやらないといけないし。なんてこのワンライブ T シャツが好評で今20件注文来てるんですよ。え、じゃあ先に買っといた方がいいか。それ仕事しなきゃいけないの。うん、中ちゃん、はい、これセージには売ったの、あげたの。売ってましたね、ちゃんと買います。ああ、あげた、売りました、売りました、売りました、はい、じゃあ俺も買います。好きなの負けてもらっていいですか。ちょっと1万円で2枚で。ああ、いいっすよ。いいっすか、うん、それぐらい。俺と嫁さんの、うん、でポケットありがおすすめ。ポケットあり、うん、ポケットあり俺似合わない。胸ポケットありが余ってんじゃないの、ゼロはそれ。違う、いやいや絶対余ってんでしょ。おすすめだよ。あ、ちーちゃんもメリちゃんもありがとうね。これから頑張れね。頑張れ頑張れ。マリオくんいいですか。はい、じゃあ黒の L と白の L。 何ブロック祭りしてる、かやちゃん。はい、みーちゃんもありがとう。みんなの工事しまうん、あ、真央ちゃんもありがとうね。真央ちゃんもありがとうね。ゼロレスもう荒らさないで、やめて、もうもうやめて。やっぱこうなるとか予測した。みんな予測できなかったな。今日は今日は仲良くいくかなと思ったけど、違うよね。想定内、想定してなかったけど、想定してた。うわー、パニックコージさん、ファンタスティック。コージありがとう。ありがとうございます。コージさんありがとう。ありがとう。すいません、パニックパニック。プラチナプラスだもんね、コージさんも。はい、ビーチャーありがとう。はいなぁ。こんな飛んじゃったもん。こう。やばいよ。えー、だってまだ1時間半でしょ。それでこれはすごいわ。で昨日も投げられてるから、そう考えるとやばいな。ありがとうございます。あ、ありがとう。サブの人もね、うん、集金みたいになってる。いいのかなこれね。 いいと思うよ。ただもう来てください、続々と。嘘でしょ、7人も来る。いやいや、本当に俺の中では7人も来ないじゃん、もう。あの7人来るはずなんだけどね。皆さん、あの一応4時間までらしいんですって、彼が。こんなもんでしょ、わざわざ来るのは。だから9時までになっちゃうんですよね。だから9時まで来てほしいんですよ。いいですか、ちょっと。あと、よければ T シャツも あるんで、お願いします。いやらしいですけど。お願いします。もうすぐなくなっちゃうんでね。だから終わり間際にいろいろ来ても困るんだよね。そうだね。畳みかけられても困るんだよ。またちょっとね、ギリギリのとこ来てまたつけなきゃいけなくなっちゃうし。で俺はもう4時間しかやらないから。お泊まりはちょっとできないんでね、終電までには帰ってもらうって感じです。かやくさんが無事切れてる、すごい鳩来るな。そんな切れてないでしょ。いや、わかんないよ。怒ってんの。まあ難しいからね、腫れ物だからね、正直。どう思う。いや、ちょっと今日、おーおめでとう。ミルちゃん、ありがとうございます。ありがとう。わかりやすい。おめでとう、ありがとう。ありがとう、みんなもね。俺も投げてくる、みるちゃん、うん、ありがとうね、みんな。もう今日は、ほんと、みんないつも調子乗ってごめんね。謝る。謙虚に、あれするんで、うん、すいません。ありがとう。ほんと成長します。成長。うん、ワンライブの社長になってから、社長。なってから、誕生日なんでね。ワンライブのやつはね、ゼロワンさんだけのロゴのやつはまたあるかもしれない。
もうちょっと売り切れる寸前数は M もないってことで。M 売り切れた。うん。やっぱもういや、L サイズで売り切れました。L サイズ売り切れた。L サイズ売り切れた。すごいわ。おめでとう、ゼロちゃん。ありがとうございます。あ、ゼロちゃんありがとう。いつもありがとうね。全然。かわいいね。せいじゃあ、隣で。